今まで津波っていうのはね、大きな津波は本当に昭和35年のチリ津波ぐらいです、ね、はいはい、まあ、その時の津波、まあ、私は全然記憶はないんですけども、はい、ただあの今回 の、まあ、あの計測値で 4.2 で、その後東大の先生があの現場を見て 4.9 というような、はい、でお話をいただいてるんですけども、まあ、5メートル近い津波がですね、まあ、大洗に打ち寄せるっていうのはちょっと想像していなかったという状況ですね。まあ、あの三陸の方々は今回ものすごい被害ですけども、まあ、いうリアス式の地形と違ってですね、まあ、太平洋に開けたところですんで、はい、津波もそんなにですね高くなるということは、まあ、地形上あまり考えられないところなんで、まあ、津波も来ても、まあ、ちょっと岸壁に乗るか乗らないかぐらいで収まるような、そんな感じは持ってたんですけども、で私も、まあ、消防なんかがあの避難命令で出てまして、職員も手分けして、道路より下に事業所とかですね、コンビニなんかもありますんで、まあ、漁業者もそうですけども、手分けをして、まあ、避難を呼びかける、まあ、活動で出てたんですけど、はい、まあ、初期対応の中でですね、まあ、消防署とそれから消防分団と、津波警報、まあ、避難命令も含めてですね、呼びかけをして、まあ、海に当時その地震が起きた時に、まあ、大洗の海岸線に130人ぐらいの方が海辺にいたっていうふうな、まあ、これはあくまでもその消防が目測で大体そのぐらいいたんじゃないかということですけど、その方々みんな避難しまして、で再度またあの住民への避難命令をかけましたので、まあ、こういう状況であってもですね、直接津波による死者っていうのは出さずに済んだっていうことです。ああ、そうですか。なるほど。ただあの地震の時にですね、やはり転倒して頭を打って、85歳のお年寄りの方が死亡者ということで、その県の方に数字がカウントされてますけど、今からこの港の方に少し、ええ、伺おうと思ってるんですが、はい、これ今漁港としては、ええ、どういう今まで機能があって、これからもどういうふうな見通しをされてるんですか。ですね、はい、まあ、これがあの被災前の港ですけど、はい、ちょうど被災後の港をこういうことになってます。ですね、はい、これマイナス8メートルの白地ということで浚渫がされてたところだったけど、約5メートルぐらいまで埋まってしまったものですから、はい、これを早急に掘ってですね、この航路を確保してですね、一日も早くその毎日2便入るフェリーをですね、大型フェリーを入れるっていうのがやはり大きな、まあ、目標というか課題になってますんで、まあ、それについてはですね、まあ、浚渫を来週にでもですね、入れる状況になってきましたので、早ければ2ヶ月でですね、はい、暫定的な航路ですけど船を入れることができるんじゃないかということで、今港の方は進めています。で意外とあの港湾施設の、まあ、被害はあったんですけど、なんとか岸壁もですね、暫定的な復旧というか修理でですね、使えそうなんで、なんとか2ヶ月ぐらいにですね、船を入れたいという。で漁港の方はですね、結構やはり大きな被害が出てまして、こんな感じで、まあ、逃げ遅れた船がですね、浮き出しして60隻ぐらいは沖に逃げられたんですけど、まあ、逃げるのが遅くなった船とかですね、逃げようとしてもやはり津波に、よってなかなか出られなかったり、あと網なんかがですね、結構あの漁港にあった網に絡まってしまったりして出られなかった船もありまして、ね、まあ、こんな被害が出てるんですけども、あとは漁港施設、この辺が相当やられてますんで、これも、これから修復していかなければならないところになるんですけども、でもまあ今日たまたま昨日魚類のですね、放射線の測定というかサンプリングをしまして、まあ、基準値以下だっていうようなことで、まあ
来週早々には操業したいっていう話がありますんで、多分漁の方も部分的ですけども再開できるんじゃないかと思います。こちらどういうものを取れてるんでしたっけ？ですね、一番の主力はやはり、はい、シラス漁がメインなんです。シラス漁がメイン、はい、それからハマグリ、ハマグリ、はい、それからあの底物の魚でヒラメ、カレイとかですね、はい、そういうものが、まあ、沿岸の漁業が中心ですので、まあ、一番水揚げがあってですね、量も多いのはやっぱりシラス漁です。ただあのこの時期はですね、シラスがまだ走りでそんなに多くなくてですね、この時期はやっぱコウナゴがですね、あの北から降りてきますんで、その量が あるかと思いますけど、まあ、コウナゴ漁がすぐ再開できるかどうかっていうところだと思います。このフェリーっていうのは何を積んでるフェリーなんですか？はい、これはもう北海道との太平洋航路の主力航、はい、あの、ここがもう中心のルートになってまして、なるほど、はい、でまあ、あと日本海の新潟とか舞鶴とか敦賀とかありますけども、まあ、大体太平洋の主力航路になってますんで、1日2便ここからですね、北海道の日用雑貨類が、日用雑貨類、はい、が行ってですね、北海道からは農産物とか中心で、まあ、牛乳もありますけど北海道から入ってくるっていう形になります。日用雑貨類って具体的にちょっとイメージ持ちたいのは何が出ていく？生活物資です、北海道の方々の。はあ、それはここから行ってる。はい、なるほど。ということはここのフェリーが行かないということになれば、はい、北海道の方にも影響が出てるということですか？はい、うん、でここの航路をですね、はい、まあ、19時間で結んでますんで、まあ、あの最短なんですけど、ここに入ってる船も暫定的に今東京の有明ふ頭に入ってます。これ30時間かかりますから回転率悪いですよね。なるほど、うん、じゃあ港の方に行ってみますか。わかりました。はい、なんか何かその支援とかでなんかお困りな点とかっていうのは？今のところうちの方はですね、あの被害はありましたけど、あの復旧の取り掛かりも早かったもんですから、うん、まあ、生活に支障をきたすようなことはほとんどなくなってます。なるほど、はい、で昨日あの避難所もですね、一箇所に絞って開設してたんですけど、そちらも、まあ、閉じることができましたので。そうですか、はい、あ、じゃあ大体、まあ、生活を、はい、落ち着きを見てて、はい、最終的にはその方々住宅、町営の住宅とかですね、空いてるところとか民間のアパートの方に移られましたんで、避難所も昨日終わりましたし、まあ、あとはその、それぞれの産業活動を早く復旧できればということで、で昨日ぐらいからですね、大きなホテルも営業始まりましたんで、まあ、全部ではないんですけど、まあ、そこそこまた観光客の受け入れ体制が少しずつですけど整ってきてると。またあの一番の集客施設であるアクアワールドワラという水族館も昨日からあの営業始まりまして、まあ、10日間は無料ということでやってますけど、まあ、少しずつあのお客さんもまあこの近辺に今日あたりは来てるなって感じです。この辺り私はガソリンが少ないっていう話を全く聞かないんですけど、ガソリンもですね、この辺りは問題ないんですか？ありましたけど、はい、ここ 4,5 日やっと並ばないで給油できるようになった。あ、そうですか。4,5 日です。あるいは2000以下とかそういうことはまだないわけですか？はい、漁業の復旧が早かったはい、その漁港自体は、はい、今もうあのすぐ使えるような状況にはなってる。ここの岸壁、水揚げされる岸壁とかなんか、まあ、多少あの地震による影響はありますけど、船がつけることは、まあ、ここですね、これ魚市場なんですけど可能ですんで、こちらに船つけてた船はですね、こちらが壊滅的な状況ですから、こちらにはつけられずにみんなこっちにですね、まあ、非常にこう、うん、そうですね、込み入った形になりますけど、係留する形にしてですね。その市場自体は大丈夫だったんですね。市場自体はですね、ちょっと競りの小屋とかそういうのはもうダメですけど、うん、まあ、暫定的な形で再開することは可能ですんで、はい、それが大洗の要は復興の足がかりに今なろうとしているところですね。フェリーかな。
一つ大きな、うん、フェリーだね、うん、定期のフェリーね。先ほどまさにそのシラスとかコーナゴ、はい、加工されてる会社で、はい、でそれのもうまさにその風評被害みたいな影響が出てるっていうところ、まあ、巡り巡ってその漁師さんのところの影響が、はい、そういう懸念は結構出てますか、ね、まだですね、確かにその風評被害的なこともあるんでしょうけど、逆にですね、東北の方に物がないっていうのこともあってですね、動いてるところもあるっていうふうに聞いてます。なるほどね、はい。